はい、皆さんこんにちは、斜め上行くオーケストラ講座、今回はですね、このブルックナーの交響曲第9番から行ってみたいと思います。さてですね、どこをやろうかなと思ったんですけれども、やっぱりあの冒頭の、レーって伸ばすやつ、これをやってみたいと思います。まあ、ただレーって伸ばすだけなんですけれども、三管編成なんですよね、この曲。みんながピアノで、まあ、オーボエとクラリネットとファゴットが、ピアノで9人で伸ばすんですね。まあ、しかも縦型のこういうのがついてて、でもピアノなんであんまりね、悪目立ちしたくないなってのはあるんですけれども、まあ聞こえていいように書いてあるので、まあピアノだし下のレだし怖いのは怖いんですけれども、まあその時大体ファーストが何考えてるかっつったら、下2人いるしって思ってて、セカンドが何考えてるかって言ったら、まあ両端2人いるので、まあそうね、悪目立ちしなければいいなって思ってて、おそらく。そしてサードは何考えてるかって言ったら、まあ、あの大きな声じゃ言えないけど、最悪出なくてもいいかって思ってたりしたりして、まあ、とにかく、3人で協力して誰か出てくれたらいいやぐらいの、あの気持ちでいないと怖い。だけども、あの出ないといけない、全員出ないっていうのが一番最悪なので、なので、下のレをポーンと出すこの練習をね、あのしようかなと思うんですけども、ただ闇雲にこうやってって練習してたんでは効果は出ない。なので、どういう風にやるかというと、オーケストラっていうのは指揮者がせーのってやって出ますよね。つまり自分のタイミングでは出れないと、人のタイミングで出なきゃいけない。だから指揮者のタイミングと自分の気持ちが合わないといけないので、練習するときは指揮者があたかも目の前にいるつもりで、要は指揮をこうやって振ってもらってるつもりで出る練習を、つまりせーのれーって、あのいいタイミングで必ず出られるっていう練習をするわけです。せーのれーって、この発音するときに、舌離してからニュルッと空気入れるようでは遅いので、舌離す前にもうこう気持ちとあと空気の圧力が保たれてるといいと思います。